ダニエル・コフィア・ギエイは、ガーナー・アクラ出身のサッカー選手。カラレーゼ・カルチョ所属。ポジションはミッドフィールダー。中盤でのボールダッシュに優れ、ドリブルや多彩なテクニックで前線へボールを運ぶことが、できるセンターハーフである。肉体的な強さから、東京のマイケル・エッシェミア、リディ・ゾコララと比較される。成熟した選手となるためには90分を通して、切れない。 集中力やミスをなくすことが必要と言われている。フィオレンティーナ出身地ガーナでは、ベッヘムチェルシー FC に所属しプレーしていた。その後フィオレンティーナのスカウトの目に留まり渡し、同クラブの下部組織に所属する。2008から09シーズンに、フィオレンティーナのアリエビにおいて、全国大会で優勝し、2009年7月には特に、 有望で引き抜きが多かったクマエル・ハジババカルと共に、クラブとプロ契約を果たす。同年代の中盤の選手の中では、チェーザレ・プランデッリ監督から期待され、2009年11月8日のタイウディネーゼ戦では負傷者が続出していたこともあり、ベンチ入りする。2010年5月16日、シーズン最終節の AS バーリ戦にて18歳で、セリエ A デビューを果たす。 2010年7月8日にアフリカンユースチャンピオンシップに出場するため、U-20 ガーナ代表に招集される。danielagyunder21.wordpress.com2010 年6月4日閲覧。ありがとうございます。